ロケ行ってまいります。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日着てる服ですよ。これね、上がパーカーで下がね、ボトムパンツがあるんですけども、これは僕の好きなですね、ナイトレードってね、もう今は亡きブランドからですね、出てるギリーパーカーとギリーパンツってやつなんですけども、いわゆるね、ギリースーツってやつですね。サバゲーとか、まあ実際にこうなんかジャングルだったりね、ああいったところでなんかカムフラージュができてね、こう身を隠してね、相手をこう攻撃したりね、相手の攻撃避けるようなもんだと思うんですけども、僕ね、この服ね、着たことないんですよ。なかなかね、日常生活じゃね、着ないんですよね。なんですけど、せっかくなんでちょっとね、これを着てね、撮影、たまにはね、ロケ行ってみようかなと思って、山とかね、まあ、それに近しいところに行って、かくれんぼじゃないけども、どこにいるでしょうかみたいな、ちょっとね、3パターンぐらい動画ね、撮ってみようと思います。じゃあね、今からね、ロケ行ってまいります。今日もよろしくお願いします。さあ、行くぞ。さあ、じゃあこのロケーションでね、隠れてみたいと思います。行ってきます。さあ、一体どこにいるでしょうか。わあ、ここでーす。ここでした。わあ、はい、じゃあ次はこのロケーションでね、行ってみましょう。さあ、一体どこにいるでしょうか。わあ、ここでーす。ここでした。最後はね、ちょっと簡単かもしれませんね。このロケーションでね、やってみようと思います。隠れます。さあ、一体どこにいるでしょうか。わあ、ここでーす。ここでした。あー、疲れた。はい、お疲れ様でした。ロケ行ってきました。お疲れ様でした。今回は3箇所でね、撮影してね、隠れてみたんですけど、撮った後すぐ自分でね、見返すんですよ。チェックするんですけど、完璧でしたね。ちょっとびっくりしましたね、自分でも。わあ、わあ、わあ、隠れてる最中はね、こんなんバレバレやろと思いながらね、やってるんですよ。必死にね、こうなんだ、隠れてる感じじゃないんですよ。ただ、そう、撮った絵を見るとプロフェッショナルに見えて、このね、ギリースーツの威力はね、びっくりしました、マジで。普段着としてはね、僕あんまやっぱね、着る機会ないんですけど、なんかまたね、別の使い道があればね、使っていこうと思います。さあ、一体どこにいるでしょうか。さあ、一体どこにいるでしょうか。さあ、一体どこにいるでしょうか。ここでーす。ここでございます。ここでーす。ここだよー。わあ、ここでーす。ここでした。よし、じゃあ次はこのロケーションでね、行ってみましょう。よし。わあ、わあ、
わあ。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 はい、というわけでね、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。